こんばんは、ゆしです。今回も、今週日曜日ってことでね、ラジオやっていきますけども、今回はですね、ちょっといろいろとこう質問をね、コメントの方でいただいたので、それに対してこう答えしていくような動画にしていこうかなと思いますということで、もう8回目ですね。8回目。はい、で、今回はそうですね、4つぐらい質問をいただいてるんで、まあ、その辺にね、順番に答えていこうかなということで、まずは何しましょうか。じゃあ個人契約の家庭教師の探し方、はい、個人契約の家庭教師の探し方、まあ、どう探すかってことね、まあ、どういい先生と巡り合うかってことだよね、うん、でね、まあこれさ、まあ、俺も個人契約してるじゃん、うん、で、大体ですね、まあ、じゃあ講師側からの話ね、講師がどう仕事を取っていくか、ちょっと逆の話。ああ、そうね。逆にじゃあどう講師の仕事を取るかっていうと、マッチングのねサイトがあるのよ。うん。で、まあいくつもあるんだけど、まあおすすめなのがトラストっていうやつと、あと家庭教師の総合情報ってこの2つのサイトがあるんだけど、うん、まあ、この辺のどれがいいかなと。うん。で、まあ、ちょっと話ずれるけど、トラストはね、7000円か8000円ぐらいの一応仲介料がかかるんだけど、うん、一番多分大きいんだよね、採用というのね、多分そのマッチングサイトの中で。だから、まあ、講師数も多いし、うん、っていう感じですよと。だからマッチングしやすい、うん、というのと、あと家庭教師の総合情報は仲介料が無料なんだよね、うん、そう。だからこの会社が何であれしてるのかわからないんだけれども、まあ、とりあえず仲介料が無料なんで、まあ、安く済ませたいっていう人は家庭教師の総合情報がいいかなと。この家庭教師の総合情報は別に悪くない、その母数も少なくないし全然マッチングできる、うん、まあ、一番しやすいのはでもトラストだったなって思うから、うん、その講師を探す場合ももちろん多分トラストの方が成約率が高いのかな。で、まあ、いくつかねこういろんなサイトに出してもいいと思うんですよ、うん、だから別に出す掲載すること自体は別に無料なんで。で、注意してほしいのはやっぱりプロフィールの書き方だと思う、一番、うん、だから生徒の情報でね、お子さんの情報をまあ、まずできるだけ細かく書くと、うん、で性格だったり、うん、でこういう先生を探してるっていうのはもう本当にちゃんと明確に書いた方がいいと、うん、だから例えばそもそもプロがいいのか学生がいいのか、ああ、そうね、そう、誰でもいいとかっていうよりかはもうプロがいいのか学生がいいのか、あるいはプロでも学生でももうハイアマみたいな、ハイアマチュアみたいな、もう学生、まあそれこそだから俺とかは学生だけどっていう部類に入ると思うんだけど、あ、まあね、だからそういう人がいいとかね、うん、そのなるべく希望を細かく書いた方がいいと思う。じゃないとそれなりの時給を提示するとね、まあ大体ですね、プロフィールには、まあ、子供の学年だったりとか、要は子供のプロフィール、性格だったりとか状況だったりとか、それに対してどういう先生を求めているのかっていうのと、時給とかね、うん、あとは大体の場所だったりっていうのを書くんだけど、この時給の時に、ね、大体3000を超えるとめっちゃ来る講師から、でそれはトラストっていうサイトが便利で、何件応募が来てるかっていうのが見れるのよ、うん、その案件に対して。で3000を超えるともう大体何十件って来てる、ってことは3000を超える時給を提示すれば何十人と比較できるわけ、うん、逆に言うと多すぎるじゃんそれ。だからちゃんと細かく書いていかないと、まあ変な話、無造無造の、要はだから求めてない先生たちが来ちゃう。まあそうだよ、そう。だからすごくすごい時間かかるし、うん、面倒だと思うんで、うん、まず大事なのはどんな先生がいいのかっていうのを決めて、それを細かく書くことかなと。そうですよね、だからその何を見てほしいのか、例えばだから算数のこの単元がまずわからないから短期的に見てほしいだとか、あるいはそもそも勉強の習慣自体がついてないから、その勉強の習慣づけをまずしてほしいか、それだったら学生とかでもいいと思うし、まあ、そう。じゃあ探す目的をまずはっきりさせた方がいいと。そう、探す目的をはっきりさせる、うん、でそれをしっかりできるだけ細かく書くっていうことだと思う。で時給に関しては、まあ、難しいんだけど、もう最低でもやっぱり2000円は出した方がいいと思う。その
提携するときに、ね、じゃないとあんまり集まらないかな。で、まあ、場所がすごく良ければ集まるんだけど、例えば1500円とかでも集まるんだけど、まあその都内だったらでもわりかし、まあ本当に3000円出せば絶対比較検討できる、もうこの先生いいなっていうのが結構 2,3 人は絶対選べるはずだから、そしたらね、まあとりあえず3人ぐらいと面談をしてっていう風にして、まあ、そこは面倒かもしれないけど3人ぐらい面談をしてってなれば、ある程度マッチした先生を選べると。実際家庭教師 の, その派遣会社ってさ、会社が選んでくるわけよ大体。あ、そうだよ、こっち希望を伝えて、でそうすると一旦一回面接に来て、でどうでしたかみたいな感じで会社にやり取りして、ちょっと手間があるから、そういう意味で比較検討しやすいっていう意味ではやっぱり、ね、個人契約っていうのはいいと思うんですよ。まあ、ちょっと話それたけど、まあ、だからとにかく目的をはっきりしてプロフィールにしっかり書くってことですね。多分ね、うん、それがまあいいんじゃないかなと。まあ、ただでも難しいね。難しい、うん、やっぱりそのでもそのじゃあ目的をちゃんと書けって言うけど、それに沿った先生が来るからまだ別問題だから、で細かければ細かいほどよ、もちろんそれに対応できる先生が減ってくるわけだから、うんうん、だからまあ現実としてその絶対にいい先生と出会えるっていう方法はないので、もちろんね、だからまあその辺はこう、まあ、ある種賭けみたいな部分はあるんだけれども、はいはいはい、やっぱり信頼を受けるような人なのかどうかっていうのは見た方がいいかなと、うん、まあ、だからそのメールのやり取りだったりね、連絡はまあそれなりに、まあ本当に何日も帰ってこないみたいなのはやっぱり良くないかなと。そうね、ほうれん草は1日以内かな、まあ、そうだね、でも多分1日2日以内には帰ってこないと、で、まあ正直なんか指導実績みたいなのは、まあその本当にその6年生でもう受験直前でもこの学校に行きたいんですみたいな人だったら確かにその志望校の合格実績がある先生がいいかもしれないけど、の方が安心とかあるかもしれないけど、まあ4年生5年生ぐらいだったら別にそんなに気にしなくても関係ない、うん、まあ正直その分かんない問題を教えてくれるっていう存在だったりとか、スケジュール管理だったりとか、まあ、っていう役割にどうしてもなっちゃうから、そういった意味では別にそんなに気にしなくてもいいかなと思うわけですね。はい、そんな感じかな。ちょっと長くなっちゃうからね、ちょっと次行きましょうか。じゃあ、うん、範囲あり試験と範囲なし試験の2つでどちらの点数がいい方が受験に強いのか、うん、なるほど。要はサフィックスで言うとマンスリーテストと組み分けテストって感じだね、うん、なるほどね。範囲がある方と範囲がない方、これは簡単に言ったらさ、要は範囲があるっていうのは期末試験とか中間試験とか、要は中学高校のさ定期試験ですよ。そうだね、定期試験だよね、うん、でもいたじゃん、定期試験は取れるけど実力テスト取れない人、うん、絶対いるんだよね。いるね。だからじゃあこれ、じゃあ結局受験にどっちが強いのって、どう、まあ正直どう考えても後者じゃない。そうだ、ね、範囲なし試験じゃない。そうだ、ね、やっぱり実力試験だったりとか範囲なし試験で点数取れるがやっぱり受験には強いよね。でもじゃあどんな人が点数取れるのかっていうのも多分大事になると思うんだけど、うん、まあ、単純に範囲あり試験の場合はコツコツと勉強できる人じゃん、うん、まあ、1週間ペースを目指さずにそれなりに1週間毎週のことをきっちりとこなして、で受験模試の直前ではテストの直前にそれなりに集中してキュッと勉強できる子。そうね、真面目型ですよね、うん、真面目型、まあ、それはまあ範囲ありは当然取れるよねと。じゃあ範囲なしはどういうことなのっていうと、範囲ありは取れないけど範囲なし取れる子って結構いるじゃん。まあ俺もそうだし、そうだよね、うん、でそれは多分やっぱりね賢いんだと思う、もともとが、うん、で多分そのそれなりにこう要点を抑えるような勉強の仕方ができてたりとか、分かってない、大人から見たら分かってないよ、分かってるのか分かってないか分かんないけど、なんとなく実は分かってるとか、なんかそういう子が多いんじゃないかなと思うんでね。だからなんか別にその範囲あり試験を取れないけど範囲なし試験を取れるっていう人はいますよと。で範囲あり試験を取れるけど範囲なし試験は取れないっていう人もいますよと。でどっちも取れる人ももちろんいるけど、結局別にその
なんていうかな、範囲あり試験は取れないけど範囲なし試験は取れるっていうのに別に憧れる必要はないので、そう、ね、まずはもう取れないんだったらもう範囲あり試験を取ればいいから、うん、そうなんですそこをまずファーストステップにするしかないから、うん、あの別にいますよと、範囲あり試験は取れないけどなし試験でめっちゃ取ってくるって人いますけど、別にそこにまあ、まあ、憧れてもそうしょうがないので、うん、目指してもしょうがないから、まあ、とりあえず範囲あり試験を頑張ろうねと、うん、っていうのがまあいいんじゃないかと思いますね。で次いきますか。そうね、はい、じゃあ公立中高一貫校受験者は塾で敬遠されるのか、塾で敬遠されるのか、まあ敬遠とまでは多分いかないんだけどね、うん、まあそのね、あの動画でも話したけど公立中高一貫って結構受かりづらいのよ。まあそうだね本当に。で例えばそのでじゃあ私立で私立を目指している人で公立も受けるみたいな人ってやっぱり私立でかなりのレベルにいないと受からないんだよね、うん、なかなか少なくとも。でそういう人ってさやっぱり私立でさそれこそトップの学校に行ってもらいたいじゃん、塾としても、うん、っていうのがあったりだとか、まあそうだね、あとはまあそのそもそも受かりづらいところにやっぱり目指してもっていうところだったりとか、まあ今のところその受かっても実績に乗せられないんだろうね、塾側としても。なんかまあそのなんだろう、目立った実績にならないんだよ、うん、そう、まあ、もちろん乗せてるんだけどそこでそのわあいいねこの塾ってなりづらいというか、うん、まあそもそも公立中高一貫が浸透してないから、そうなんです、そこまで、そうっていうのがあるかな、うん、だからその敬遠とはまあもちろん敬遠とまではもちろん言わないと思うけど、だってもう公立中高一貫のコースが併設されてる塾でたくさんあるぐらいだから、そう、まあ、ただその、私立とかでその要はその塾で本当に一番有名な講師だったりとかトップの講師だったりが公立中高一貫のコースにベタベタになるみたいなことは少ないと思う。あ、そうね、まだ基本小対応なんだよね。まあそうだね、だやっぱりそこはまあ規模も小さいし、うん、敬遠というよりかはまあちょっとこう力を割くそのレベルは低く下がるっていう感じ、私立と比べるとっていうイメージかなと思います。はい、じゃあ次はゲームについていこう。ゲームについて、まあこれも全員気になるところなんじゃない。ああ、そっか。てかどうだったかな、そのまずよくね、まあそのゲーム自体、まあ、やらせたくないっていう、まあ、ことまでね思う親御さんもいると思うんだけど、やっぱ完全にこうゲームをやらせないっていうのは無理だよね。無理がある。無理だよね。無理とまで言えるかもしれないけど、まあかなり厳しいと思うんだよね。だってその大体さ、まあ、塾で今指導してるとさ、大体今塾話題なんてさ動物の森だったりさそう、動物の森か鬼滅の刃だからさ。そう、確かにそうだ。だからたまにいるんだけどね、なんかそのちょっとこうパソコンゲームの話をするような子もいるんだけど、結局その子の話に別に周りついてきてないってことが多数派じゃないのよ。で、まあ、なんでその友達同士の話題だったりが結構そのゲームのことだったり漫画のことだったりっていうパターンが結構多いんでね、うん、だからその子供たちのコミュニティの中で、まあ、少しこう入りづらいような状況にしてしまう可能性があるからゲームをやってないと。あ、まあ、それってまあ子供の言い訳だけどね。まあまあそう。よく言う。まあでもそれはあながち間違ってないと。何やりくんがやってるから。そう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 。まあみんなやってるから、まあみんなじゃないのかもしれないみたいな。みんなやってるからって言うけど、大体やってるの2割ぐらいだね。まあでもまあその仲いい子がやってたらさ、やっぱりそこの人たちと仲良くするためにゲームやりたいってことも当然だし。うん。それがまあ。ある程度は認めてあげてもいいのかなと思うんでね、うん、だからまあなんか完全に規制するのは無理だけど、まあ、ただそのある程度 そのルールを持ってルールを守るってことはやっぱり大事だと思うから、まあ、時間を決めるだとか、これだけ勉強したらこれだけゲームしていいよっていう風にするだとか、そう、ね、まあ、あとはどうしてもね共働きとかで子供一人で家に過ごさせるみたいな状態だったら、まあゲームは使えないような状態にして置いておくとか、置いておくか守っていくとか ね、まあ、ある程度のまあ強制力がちょっと必要だと思う。じゃないとそれは無理だから、誘惑に負けちゃうから、うん、で
それはもうもはや子供の責任でもない、もうないでしょ、もうなんかもう人間ってそういうもんやみたいなぐらいの話だから、もうだからそれはもう子供が悪いっていうか、まあ、それはそうですよねって話だから、もうなんかもうちゃんとルールを守らせるっていうぐらいの感じでやってもらえればいいかなと。だから全然やるのは悪いことじゃないと思う。でゲーム、じゃあ俺がどんなゲームをしてたかみたいなね、でその小学生時代ゲームに対してどうしてたかみたいな話だけど、あのやっぱりポケモンでしょ。ああ、まあ時代的にポケモンですよね。だから大体ですね、まあ詳しく何のシリーズをやっていたかっていうと本当に 1,2 年の単位で分かっちゃうんだけどあのまあそのポケモンやってましたよと、はい、で DS がね出て、そうだね、出て何年かっていう感じだったよね。でポケモンかな、やっぱり、うん、ポケモンやってたね、うん、でもなんだかんだずっとちっちゃい頃からさ、兄がいるから、兄がいるから、そのちっちゃい頃からゲームに触れてたね、触れてて、で多分小4とかぐらいではねかなり少なくなったと思う、ゲームに触る時間が、実際でその辺に対しては結構まあ厳しかったのよ、うちのね、その教育方針が。でだからなんかめちゃめちゃやりたいけどやらせてもらえなかったっていうわけでもないんだよね。もう途中から別にそのやりたいと思うことも少なくなった気がする。だからなんだかんだやる時間を減っていたと。から、まあ普通にベゲリーマンしてきたけど、そんなにこう最終的にこう固執はしなかったかな。でもね、せいぜい DS なのに。まあそう、ね、今スイッチじゃん。そうだよね、面白すぎるじゃん、あんなも面白いよね。だからレベルが違うんだよね、正直。なんかどんどんさ、中毒性が、いや、そう、上がる上がる、あんな、うん、上がるから。だってさ、Wii がさ、Wii は楽しかったじゃん、ゲーム自体は、うん、めちゃめちゃ楽しいけど、なんでやんないのって言ったら、テレビゲームだからめんどくさいわけよ、単純に。もうさ、スイッチはそれがこれでできるわけでしょ。まあそうだ、ね、絶対ハマるじゃん、こんなん。そうだね。そう、だから、まあそういう意味では今の子はまあそれはゲームが流行るだろうとは思うんだけどね。確かに。でヒロくんはどうだったゲームに関しても。まあちなみに言うと、うん、少なくとも俺の親の方針でまさに同じで、ゲームは買うことさえできない。そうだった。そうゲーム端末はね、買うことさえできない。ああ。で状況だ。話には入れなかったね、小学生の時は。いやあ、そうか。そうそうそう。でやっぱね、浮くんだよね、その話し合えないからさ。そうそうそう。まあ、だからそれで空いた時間がなんかどう働いたのかわかんないけど、まあ、ただあまりそれはいいことじゃないのかもしれないなと思う。自分的には苦い経験があるわけだ、そこら辺。まあ、苦いというまではいかないけど、うん、ただまあだからそれこそ俺 DS のゲームほとんど触ってないから、うん、他の人が触ってることをしてないっていうのはまあよくも悪くもだよね。ああ、なるほどね。まあまあまあそうだよね。そうで、まあただね、その中学校に入った段階でパソコンもらって、うん、そこからパソコンゲームずっとしてたから、やっぱ反動もあるのよ。やっぱゲームって規制されるとその緩和した瞬間に反動ですごいやっちゃうから。まあ何でもそうだよね。そうそうそう、だから無理に規制するのはやっぱどうなのっていうふうに。なんかさ、それさ、お菓子とかでもちょっとめっちゃ脱線するけど、お菓子とかでもよくあるよね。いや、そうなんです。そのお菓子子供の時に食べさせてもらえなかったからめちゃめちゃ今食べるとか、まだちょっとは食べさせてあげないとっていう、なんかその完全になんか断食みたいなことをすると、そのやっぱり反動みたいな、まあそうだろうね、来ちゃうから、まあそこはちょっとやっぱりある程度妥協して。でもただ一つ言えるのは間違いないけど、ゲームしてから勉強するよりは勉強してからゲームした方がいい。まあそうだね、本当に。いや、まあそうですよ。そうだから、とりあえずその日にやること終わったならゲームしてもいいよっていう感じの方がもしかしたらいいかも。まあ別に、まあ正直さ、まあそんなに勉強のモチベーションなんて上がらないだろうから、特に今さ、こうコロナがあってもうダラダラすることに慣れちゃってるわけで、そういう時にはもう別にいいじゃん、もうゲームがモチベーションでもっていうね。だからまあこれだけできたら1時間2時間ゲームできるっていうのをモチベーションに勉強するぐらいでも、まあそんなもんですよっていうぐらいで思ってもらってもいいと思うんで。しかもさ、ゲームってさ、まあ結構中旬に役立つ部分もあるんじゃないかなと思う。中旬は分かんないけど、うん、受験と似てるとこがあるゲームは多い。ああ、なるほどね。そうだから、うん、例えば、うん、もうお役さん分かんないかもしれないけど、うん、ただフォートナイトとか人と戦う系のゲームとか人と競うゲーム、まあ分かりやすく言えば大乱闘とかもそうだけど、
あのスマッシュブラザーズ、そうそうそう、あ、まあスマブラは知ってるんじゃない、まあ、そうだ、ね、まあでもなんか、まあ、そう、まあ、ああいう感じのそういうなんだ対人のゲームってやっぱり上手い人のプレイを見るっていう、うん、もし仮にそういう癖がついてたら、うん、まあ、勉強でも同じだからさ、まあそうだね、そうだから、ああの相手どうやって勉強をやってんだろうとか、そういうなんかより上手くなろうっていうのを引き出しやすいと、ゲームで、そのゲームでその癖がついてると、もしかしたら勉強でも生きることがあるかもしれないねっていう感じ。そう、なるほどね。まあやっぱりそのでもさ、今の時代ってさ、うん、あの昔だったらゲームでじゃあ上手くなろうと思うと上手い友達を見るしかなかったじゃん。そうだね。じゃあその上手い友達ってなんで上手いのっていうと、まあ、センスがあったりとか単純にめちゃめちゃやってるとかさ、ね、追いつけないわけよ単純にそれってでもさ今の時代ってじゃあどうやったらゲーム上手くなるのかなと思ったら YouTube があるじゃん。いや、そうだね。だからさ、その学べるんだよね簡単に。だから上手くなりやすいし、その上手くなるための過程を学びやすいっていうか、だからそれを学べたら、まあ、確かにね、まあ、これは受験だけじゃなく何でもそうじゃん。もうそのもうグリッドの話でも言ったけどさ、真似するっていう、そう、真似して、でそれでまあ課題を見つけて努力するみたいな過程はゲームで踏めますよと、まあ、だからそういう意味では結構その対人系のゲームをやった方がいいのかな。やった方がいいってのもおかしいんだけど、やった方がいいのはおかしい。だから子供がやりたいったらやらせるけど、うん、やりたくないんだったらもう、まあ、必ずしもマイナスではないですよぐらいだね。そうそうそう、まあ本当にゲームイコール悪って思ってる方も中にいらっしゃるだろうから、必ずしもそうではないんじゃないかなっていうのは思いますよということで、数々のゲームをやってきて東大に入って広くもが言うことですか。いや、まあでも結構東大生もゲームしてますよっていうのは。いや、まあそうだよね。そうそうそう。なるほどね。まあでも今回はこんな感じですか、質問としては、うん、でまあ全然いただいたらですね、こうやってまとめて返すこととかもできるから、うん、もうガンガン、まあ本当にね結構瀬戸際になってきてるんだけど、そのいただいた質問を動画にできるかっていう、そうね、それだけその余裕があるかっていう意味ではギリギリなラインなんで、まあもう早めにね、うん、ぜひしていただいて、コメントもガンガンしていただいて、いろいろとこう僕ら大体もうてかもう基本返信してるんで、編集させていただくんで、ガンガンコミュニケーション取っていただいてって感じかな、はい、でちなみにちょっと一つだけ言わせていただきたいというか、はい、まあ、お詫びというかなんだけど、はい、僕もちろんね、プロ家庭教師っていうか、まあ、家庭教師もやってますよと、で、受講師もやってますよって今身分なんだけど、うん、なんですけど、ちょっとまあこういう活動を始めた中でそれなりにこう認知していただくこともあって、うん、家庭教師に対するこう家庭教師を要望がね、ちょっといくつか、はい、してありがたいことにしていただける機会があるんですけど、メールの方とかで、ね、結構していただくんですけど、ちょっと現状枠がないっていうところでですね、はい、ちょっといろんなことをまあしている中で、もうこれ以上ですね、こう個人で家庭教師をやるっていう、家庭に伺って直接指導する、それを週に固定で1日2日っていうことがちょっとできないので、そのスケジュールの管理だったりとか学習の相談っていうことに関しては全然乗れるんですけど、直接のねそういった家庭教師っていうことはちょっと今、募集を一旦停止させていただくということで、はい、ちょっと申し訳ないんですけど、まあ募集もしてない、まあそうだね、まあ、募集はそう、お問い合わせいただいてもおそらくそのお受けできないっていう、そうですね、まあ、ちょっとお詫びとしてでいこうかなと思います、はい、で、まあ今週はもう公立中高一貫のこの本をね、うん、出しましたけど、また来週変わりますから、はい、はい、また楽しみにしていてくださいということでね、じゃあ終わりましょうか、はい、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。